皆さんこんばんは。今日はちょっとラジオ形式でやってみたいなと思っております。音楽劇黒と白プルガトリウムアモローソが終わりまして2週間経ちました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう2週間経っててすごく懐かしく感じますね。ちょうど梅雨の時期に本番があったので、会場に行ってる時はいつも雨が降ってた思い出がありますね。会場に入るともう今が昼なのか夜なのかも分かんない感じで、終わって夜になって雨の中を帰ってる思い出がありました。そんな梅雨も明けまして、すっかり夏になりましたね。ツイッターのコメントで何か黒と白に関するものがいくつかあったので、それについて答えれるものは答えてみようかなと思っております。岩永さんお疲れ様です。黒と白3とても素敵でした。1とリンクする部分もたくさんあり、 A のミカエルへの手の甲のキスには胸が締め付けられました。質問です。まだ姿を現してない創造主ですが、岩永さんはどんなイメージを持っていますかとあります。僕はですね、創造主は人の形をしていないと思ってますね。天使とか神様とか人間が考えるものって結構人の形をしておりますが、創造主はね、この世界宇宙を作った創造主は人の形をしてないんじゃないかなって思ってます。でこれはちょっと第2幕の話なんですが、第2幕の台本にですね、設定がちょっと書いてあるシーンがありまして、まあ、どことは言いませんが、僕はそれを見て結構びっくりしましたよ。それがきっとね、お話になることがあると思いますので、その時は楽しみに待っていましょう。皆さんはどんなイメージを持ってますか？創造主に対して教えてください。質問、はい、では次です。私は最後のダンスの苦しむように倒れ込んでまた立ち上がるルー様が大好きです。あそこにはどのような意味、思いを持って踊っていますか？そうですね、どんな思いでやってましたかな。なんか破壊と創造みたいな感じですかね。オープニングではやっぱりルシフェルとミカエルがちょっと違うポジションにいるなっていうことがわかるように、二人は倒れずに周りの天使が倒れるというちょっと幻想的なシーンがあるんですね。音楽の雰囲気とすごく合ってて僕は好きなんですけれど、でもその状況の展開では越えられないステージへ行きたいなという気持ちがありまして、やっぱ自分たちも同じように倒れて立ち上がることで見えてくる何かがあるんじゃないかなという意識を持ってやってます。振り付けをしているのが僕ではないので意味があるのかはわからないですが、やってる本人はですね、そういう気持ちでやっておりました。こんにちは、コメント失礼いたします。岩永さんがルシフェルとして転生するなら誰と転生したいですか？あと一発芸が当たった時の心情を聞きたいです。そうですね、まあ僕はパンフレットにも書きましたけど、マモンが好きなのでマモンと転生したいですかね。ああいう強欲な思いをうちに持ってる人ってすごく僕はいいと思いますね。何かこう新しいことにチャレンジしたりビジネスをするときに、やっぱり一人でやるというか誰かとやりたいなと思っていまして、そういう強い目的意識を持っている人と一緒にやるとすごくはかどるし仕事がやりやすいので、僕はマモンを選びます。あと一発芸が当たった時の心情を聞きたいです。一発芸ですね、一発芸があったんですよ。あれはですね、A パート、 B パート、 C パートありまして、その2回目が C だったパターンのエピローグでそういうコーナーがありました。 C のお話をちょっと振り返った後にね、誰が言ってましたっけ、そんなことより楽しいことしようよ、みんなで楽しいことしようよみたいな話から一発芸をすることになりました。舞台の上には9人の天使がいます。それでね、カマエルさんが
お箸を持ってきてくじ引きをしようとなって、9個のお箸の中に1つだけ赤いものがありました。この赤いお箸を引いた人が一発芸をするというものでした。今までね、2時間ぐらいずっとね、舞台をやっといて、最後の最後は一発芸で締めるのかいという感じでしたが、それがね、合計5回ありまして、そのうちの2回当たりましたね、僕は。9分の1の確率で当たるんですが、それが2回も来てしまいました。立場的にルシフェルが結構上の方にいたので、みんなに一通り取ってもらった後に最後の方で取る感じだったんですよ。だからもう、当たりは残ってないだろう。当たり外れかな。もう残ってないだろうと思いながらずっとやってたんで、気軽に引いてましたよ。残り2、3本の中から一つもう適当に選んで引いてました。それが当たっちゃうんですよね。なんでこれが当たるのっていう気持ちでしたね。前にね、自分のね、いちご王国っていう番組があるんですけど、その時も仮面ライダーの特集で、ナチ君っていう方と黒ひげ危機一発ゲームをやったんですが、その時も僕は一発で、黒ひげを飛ばしてしまいました。そんな感じで、なんか、最近当たるんですけれど。いやー、一発芸をするということになってすごくなんか嫌でしたよね。その一発芸をやった後にミカエルと二人で最後のセリフを言ってダンスシーンへつながるんですが、もうね、一発芸が当たっちゃうとちょっとね、様子がおかしくなっちゃってうまく喋れなかったりしましたね。ミカエルも一回当たったんですよ。平井くんが当たった時もその流れで終わりに向かって話し始めるのがちょっとね、面白くてね、笑っちゃいましたね。しかも、最終日、千秋楽の日は、そう、この舞台が、3本目が DVD 化されるということで収録が入っていたんですよ。そんな収録の日に当たっちゃうとはちょっと、運が悪かったですね。でも皆さんに楽しんでいただけたならよかったです。僕はその最終日は A で歌っている女の子の歌詞が空耳で顎しゃくれと聞こえているというお話をしたんですよね。それはね、本人には言ったことがなかったから、本当にその時の彼女のリアクションが知りたかったですね。やっぱり彼女がずっと大事にその歌を歌って練習してここまで持ってきていたので、彼女が一番面白かったと思うんですよ。面白かったというか、身内のことを言われてる感じがしたと思うので、どんな表情で僕の一発芸を聞いていたのかをちょっと見たかったですね。で、僕がどうしてこの顎しゃくれって思ったかというと、 A の最初の方のハルートに話しかけに行くところがあります。ルシフェルがハルートに、あの、元気にしてる、久しぶりだねって話しかけに行くところがあるんですが、それのきっかけなんですよ。メルが歌を歌っていまして、ハンガリー語なのでよくわかんないんですよね。で、間奏になると、ルシフェル登場という風な感じだったんですが、その間奏になる直前の歌詞が顎しゃくれなんです。なので僕は舞台袖で彼女の歌を聴いていて、顎がしゃくれたらゴーと自分にゴーサインを出して言っておりました。多分 DVD になってると思うので、12月24日ですかね、発売されたらチェックしてみてください。今回の黒と白はマモン役のタクトさんが振付師でしたが、どうでしたか。今回も素敵な物語をありがとうございました。いや、もう彼は素晴らしいですね。振付師としてもそうですが、性格というか普通に人間性が素敵で、一緒にいて学ぶことが多いなと思っております。何ですかね、勉強とかもそうですが、自分ができることと教えることってまた違う能力だと思うんですよ。自分はそれを再現することができるけど、それを誰かに教えるのって別の能力だと思うんですよね。でもタクト君は自分がダンスをすごく踊れるし、それを相手に伝えるのがすごく上手な方だなと思いました。相手のレベルに合わせた話ができるんですよね。だからすごく踊れる人に対するアドバイスもできるし、これから踊りを始めましたよっていう人に対するアドバイスもすごく的確で、
彼がダンスに関するレッスンとかやってるなら僕は通いたいなと思っております。で、振付師ですから振付を考えるんですよね。この例えば僕はすごく、B のね、刑事ドラマのオープニングのダンスがすごく好きだったんですけど、あれも1時間くらいでもパッパッパッと作りましたよとおっしゃっていて、そうびっくりしました。あっという間にできちゃうんですよね。彼が言っていた、言葉がすごく僕は印象に残ってるのがあるんですけれど、舞台をお客さんとして見に来てダンスを見ていてすごいなと思っていても、帰ったらその 3% くらいしか覚えていないんですって。残りのことはほとんど忘れちゃうらしいんですよ。なのでその 3% の見せ方をすごくこだわりたいみたいな話をしてまして、例えばオープニングのダンスとかですと一人一人の個性が出るダンスはそれでいいんですが、ユニゾンでみんなで揃って踊るところはいくつかみんなで揃えるポイントだけを意識しようという話をされてました。そういうポイントが何個かあるだけで全体として見た時にすごくダンスが揃っていたという感想になるんですって。黒と白からダンスを始めたんですが、やっぱり1幕をやってる時よりも3幕の方がダンスに対する愛が出てきましたね。踊ることが楽しいと思うようになってきましたよ。1幕の時はもう皆さんがすごくダンスを踊れる集団なので、ちょっと説明が入っただけでもう覚えてるんですよね。僕はやっとこういうことをやるんだなっていうのを掴んだ状態なのに、皆さんはもうその時点で結構マスターしていて、あ、これからこういうダンスを踊るんだね、あれとあれとあれとこれがこう入ってるんだねという感じでもう処理できてるんですよ。ギタリストがギターソロ聴いていて、あれとあれとあれを詰め込んでるねみたいな感じなんですかね。正解を見ただけで自分の中で細分化して処理ができるんですよね。僕はダンスに関してそういう経験が何もなかったので、そこから積み上げていくのがすごく大変でした。1幕の時はだからすごく僕は負担が大きくて、このダンスもこの曲もこの曲もやるのっていう状況でしたね。でも初期の頃から皆さんがすごく熱心に教えてくれて、特にね塩沢さんがねすごく面倒を見てくれましたよ。みんなが覚え終わって休憩に入った時とかに、なんかお話をしに来てくれまして、最初はみんなすぐできなかったから焦らなくていいよとか、本番までにね、みんなはもう一個すぐ覚えちゃったけど本番まではまだ時間があるし焦らなくていいよみたいなことをね優しく言ってくれましたね。舞台もダンスもそんなに経験がないのに、こうやって今回主役になったので本気でやってるんですが大変ですみたいな話をしたら、岩永くんはそういう星の下に生まれてやってるから大丈夫だよといつも励ましてくれました。彼は優しいお兄さんです。なんか皆さんの話をしだすとねすごく多分長くなっちゃうんだけど、本当にチームとしてやる舞台だったのですごく団結力があるなと思いました。僕はあんまりこういう大勢の人と一緒に何かを目指してやってくるという思い出がそんなになかったので、その時間をね黒と白の皆さんが埋めてくれてるなと思っております。塩沢さんの話で記憶に残ってるのが、1幕の舞台が終わった後のお当番で回ってくる最後の挨拶で、彼がおっしゃってたんですが、個性が強い天使の皆さんですが、岩永くんがトップにドンと不思議な感じで座ってくれてるおかげですごくチームワークがまとまっておりますみたいな話をしてくださいました。ちょっとニュアンスは違うと思うんですが、初期の頃から気にして支えてくださった方が本番の日を迎えてそういうふうな発言をしてくれるのは僕はすごく嬉しいなと思って、自分も成長した時に困ってる後輩がいたらそういう声や手を差し伸べられる先輩になりたいなと思いました。岩永さんこんにちは。
黒と白お疲れ様でした。今回もとても素敵でした。早速質問です。ルシフェル様は大然とした方なので演じるのは難しいのではないかなと勝手に想像しているのですが、役作りで気をつけていることなどはありますか？またルシフェル様にお会いできますように。なるほどですね。まあ、役作りで気をつけているのはあれですかね、天使みんなが集合するとお客さん側から見ていて誰が喋っているのかが分かんないと思うんですよ。たくさん人がいていろんな会話が繰り広げられますが、今の誰が言ったのって状態になっちゃうと思うんですよね。だからちょっとこの天使はこういうキャラクターだよっていうのを分かりやすくさせたいなと思って、とりあえずルシフェルが一番お兄ちゃんなんでしょっていうことを伝えたいなと思っております。なので集団の中にいてもちょっと存在感があるような雰囲気を出したいなとは思ってました。動きでも多くの天使が立っている中一人だけ座っていたりとか、違う方向を見ていたりとかですかね、他の天使とちょっと違う行動を取ろうかなということは心がけておりました。あと、一番トップにいるからこそ全てをさらけ出さない方がミステリアスでいいのではないかなと思っております。ルシフェルの二つ名が傲慢なんですが、その傲慢がどういう傲慢なのかを詳しく語りすぎちゃうと面白くないと思うんですよね。存在感はあるけれどどういうことを考えているのかをあまりお客様に伝えなくていいのではないかなと思ってやっております。役作りとして、例えば今回の3幕の A のシーンで一番最後にミカエルと二人きりでいろいろ話すシーンがありますね。ミカエルとルシフェルと向き合って話すんですが、若干、ミカエルの方がお客様に顔が見えるように立ち、ルシフェルの方はちょっと肩を入れてまして、あと髪の毛の感じであまり表情が見えない雰囲気で立っておりました。大然としたというふうに表現してくれてますが、これに関しては僕の中でできることはやったんですが、やはり周りの人の演技がすごいからだと思いますね。ルシフェルがいる前で言うのも恐縮なんですがみたいな感じで、他のキャラクターがルシフェルとの距離感だったり関わり方をうまく見せてくれてることがとても大きいと思います。そんな中ね、菅くんがね、レビアタンの菅くんが言ってくれた言葉がね、僕はまたね胸に残ってまして、僕のね岩永さんのルシフェルはやっぱり他と違う感じがありますと言ってくれて、話し始めると普通に話を聞いちゃうって言ってました。意識して話者の方を向こうとするのではなくて、なんか僕のそのルシフェルの声がすると体が自然にそっちの方を向いちゃうと言ってくれましたね。それはとても嬉しかったですね。さあ続きまして、黒と白3、千秋楽から2週間、早いですね。感想動画楽しみです。お稽古や楽屋での舞台裏の話を聞きたいです。なんかやっぱりね、皆さんのアドリブを見るのがとても楽しかったですね。例えばルシフェルとアバドンの最初のメンタルブレイクギャグの下りとかですね、今日はどんなことをするのかなっていうのを稽古の時からすごく楽しみでしたね。千尋くんはギャグをすぐたくさん思いついてすごいんですよ。稽古の時はそのお客さんがいないから拍手喝采にならないんですよね。ギャグをした後に拍手喝采に、なのでそのギャグが失敗したパターンのツッコミとかもやってましたね。僕はそのギャグが面白くなかったからこういう返しをしようみたいなことを稽古の時は考えてやってましたね。本番になるとお客様のすごい拍手を聞くことができまして、こういう時ってどう返したらいいんだっていうのを悩みながらずっとやっておりました。もう受けてるギャグに対してさらに何か言う必要あるかなって考えながら、どういうのを言うと楽しくできるかなっていうのを考えてましたね。それを
考えてる時間がとても楽しかったですね。C 公園でもこう星の話をしてる下りの後に、何かそんなことより面白い話ないってなって、じゃあ滑らない話しようぜっていうシーンもありましたね。あそこもやっぱり日替わりでその時思ったことをやってくれてるので、あ、今日はどんな話が聞けるのかなと舞台袖でワクワクしながら待ってましたね。千秋楽の時は走っていて、何でした、アンパンと牛乳でしたっけ、何かを持っていてこけたみたいな話をされてましたよね。僕は舞台袖で見ながら、滑らない話をしてくれって言われてるのに転んで滑った話してるやんけって思ってましたよ。あとはあれですね、クレープですね。今回だとクレープを使って面白いことをやるのを見るのがとても楽しかったです。はい、こんな感じで、ちょっとラジオ形式でやってみましたが、いかがでしたでしょうか。おかげさまで皆様の声援もありまして、とても素敵な舞台だったと思います。音楽劇黒と白マリオンクレープジーロッソ、ありがとうございました。